こんにちは、ハギです。今回ですね、タイトルにある通り神の大地選手からあるものが送られてきました。それがこちらになります。じゃん。まあ、神野選手ご自身もね、いろいろと発信されてるんで、もうすでに知ってる方も多いと思うんですけども、まあ、神野選手ご自身が立ち上げた、レトというブランドと、まあ、ランニングソックスで有名な、イダテンってブランドがコラボして発売されたランニングソックスになります。これが今回ね、神野大地選手から送られていきました。で、送られてきた経緯なんですけども、まあ、神野選手曰く、今回本当にいいものが出来上がったと。まあ、最高の一品が出来上がったので、ぜひ一度ね、試してほしいということで、わざわざね、今回送ってきてくださいました。で、僕実際ね、まあ、このソックスを履いて何回かトレーニングしたんですけども、まあ、神野大地選手はどうこうとか、ほんと忖度抜きにして、このソックスは僕自身は本当にいいものだっていうふうに思ってます。で、詳しくはね、まあ、動画の後半の方で僕のレビューをしていきたいんですけども、まず最初にね、まあ、デザインとか中身を見ていきたいんですが、まあ、今回発売されたのがこういったデザインのものですね。まあ、ホワイトとかイエローとか、これもすでに僕履いちゃったんですけども、まあ、黒のね、このシンプルね、まあ、スタイリッシュなデザインのものね、まあ、今回発売されております。で、このレトとイダテンのコラボのね、ランニングソックスのオフィシャルサイトがあるんで、こちらをねまず一緒に見ていきたいんですけども、まあ、こちらですね。これがね、オフィシャルサイトになります。まあ、先ほど紹介したように、まあ、神野大地選手が立ち上げたレッドというブランドと、まあ、ランニングソックスで有名なイダテンというブランドがコラボしてね、発売されたランニングソックスになります。まあ、イダテンに関して言うと、市民ランナーの中からね、結構着用率も高くて、もう皆さんね、知っているブランドだと思うんですけども、まあ、知らない方に向けてね、ちょっと紹介したいんですが、ここにね、まあ、いろいろ書かれています。で、このリンクですね、概要欄に貼ってきますんで、時間ある方ね、まあ、ゆっくり見てほしいなというふうに思うんですけども、まあ、イダテンとはというところなんですが、まあ、兵庫県加古川市にある、まあ、創業56年の老舗靴下メーカー株式会社ユニバルってところが出している、まあ、ランニングソックスになりますね。まあ、僕もね、履いたことあるんですけども、結構ね、市民ランナーに愛されてるブランドなんじゃないかなというふうに思います。まあ、そのイダテンと、まあ、今回神野大地選手がやっている、まあ、レとかね、まあ、コラボして出されたものというところなんですけども、まあ、神野大地選手曰く、数年前から、本当理想の靴下をずっと追い求めてきたということで、いろんなメーカーのね、いろんな種類の靴下をずっと履いてきたそうなんです。で、その中で自分自身が本当にいいな、これはいいなって思ったのが、このイダテンソックスで、まあ、それを機にね、まあ、今回ランニングソックスのコラボをね、まあ実現したというところなんですけども、このサイトにね、いろいろ構造とかね、まあいろいろ機能が書かれていますし、まあ構成のスタイリッシュ、まあ技術とかね、まあ神野大地選手のね、思いがね、こういろいろね、綴られていますんで、まあ次回の時にね、まあ、見てほしいなというふうに思います。中身ちょっと見ていきましょうか。まあ前回さっき言ったものですね、3つ。あ、黒もうソールドアウトしてる。やっぱ人気なんですね。まあ、黄色とか白とか、まあ、ネックレスも発売されてるんですけども、中身を見るとね、まあ、いろいろと書いてあります。まあ、こだわりポイントとかね、まあ、いろいろ書いてますんでね、まあ、興味の方ね、まあ、見てほしいなというふうに思うんですけども、まあ、神野大地選手自身も、まあ、相当ランニングソックスには、まあ、こだわりあるというところで、ね、いろいろ探して回ってたと思うんですけども、実は僕もランニングソックスって結構こだわりを持ってるんです。で、僕いろんな種類のソックスを履いていて、まあ、滑り止めありも履くし、滑り止めがないものも履きますし、まあ、今回出されたこういったシンプルの作りものも履くし、旅型って言われてる親指だけ分かれてるソックスも履くし、まあ、全部の指ですね、5分指分かれてるものもいろいろ履くんです。こういろんなソックスを僕使い分けているぐらい、僕もソックスへのこだわりって結構強いんですね。まあ、その時の体調とか、あとトレーニングのメニューによって結構変えたりするんです。それぐらいこだわっていて、僕自身もね、まあ、いろんなソックスのね、メーカーをこう履いてきたんですけども、まあ、その中でも、今回、レトとイダテンのコラボしたランニングソックスなんですが、本当に僕自身もいいなと思います。これは本当に忖度なしにして、まあ、いいなと思ってます。で、いいなと思ってるポイントなんですけども、大きくね、3つ分けてね、ちょっと紹介していきたいなと思うんですけども、まず1つ目が、締め付け感ですね。まあ、これにが一番というか、これに集約されてるなという感じがするんですが、まあ、調べてみると、今回この特許取得しているハニカム構造っていう、なんか蜂の巣みたいな構造をされてるみたいなんです。で、一言で言うと、僕の感覚で言うと、こう足をありますね、足を入れた時、靴下を履いた時に全方向から一定の圧力がクッとかけられてるような感覚なんですよね。で、強さで言うと、めちゃくちゃ強いってほどでもないし、めちゃくちゃ弱いってほどでもないんですけども、ポイントは全方向から一定の圧力がクッてかけられてるような感覚です。僕、ランニングシューズとかを履くときに、こう、ハグされてる感覚って表現するじゃないですか。その感覚に結構近くて、ランニングソックスに、こう、包み込まれてる感じですね。グッとしっかりと
こう全方向からクッと締め付けてくれる、この程よい感じっていうのが一番のポイントだと思うんですよね。でよくランニングソックスってまあ薄くてこう履いてないような感覚に近いもの、それぐらい足と一体化しているもののソックスも結構あったりするんですけども、このソックスに関して言うとこう逆に履いてる感がわかります。それぐらい全方向から一定の圧力をクッとかけてもらってる感じがするので、こうポイントで言うとこう足首周りのサポートが結構いいんですよね。で僕一番大事にしてるって、まあ、土踏まずのアーチもそうなんですけども、足首周りがしっかりクッて締め付けてくれるかどうか。で、これがきつければいいってわけじゃないんですよね。ある一定の圧力をしっかりかけてほしくて、それが一定方向からグンって締め付けられるんじゃなく、やっぱ全体にこうハグされているような、クッて抱きしめられてくれる感覚結構良くて、僕はこの今回出されたコラボソックスは、そこにどんずばでこうハマるんで、僕自身はね、本当にいいソックスだなっていう風に感じてます。こう足をね、靴下を入れて分かります。入れた瞬間、こう包み込んでくれるような、ほんと全方向一箇所上からとか下からグンって締め付けられるんじゃなく、全方向からキュッていい圧力感をね、まあ、かけてくれるっていうところがね、まあ一番のポイントかなというふうに思います。で、二つ目としては、アーチですね。僕ね、走ってて疲れてくると、アーチ、土踏まずのところのアーチがね、結構崩れてくるんです。そうすると、まあ、測定筋膜炎って足の裏を痛めたりとか、まあ、そこからアキレス腱とか来て、足首とか痛めてしまって、いっぱい一番のポイントはこの土踏まずのところなんですよね。で、ここがアーチがいかに崩れないようにするかっていうところをこだわっていて、まあ、さっき言ったように、なんか疲れてきてね、自分自身でもアーチ崩れてきたなという感じがわかるんですけども、その時は、ここの土踏まずの部分のサポートが強めでねソックスを履いたりするんですけども、このランニングソックスも土踏まずの部分がなんかね特殊なね作りをされてるそうなんです。それのせいかアーチのこの土踏まずの部分のサポートがめちゃくちゃいいです。これは土踏まずを痛める測定筋膜炎になりやすい方とか、よく足の裏が痛くなりやすい方は、ね、ぜひね履いてほしいなというふうに思います。これを走ることによってこうダメージ軽減っていうか怪我のね予防にもつながってくるんじゃないかなと思います。まあ疲労軽減につながってくると思うので、いいね、それが結果パフォーマンスねまあ上がる風になってくると思いますんで、まあ土踏まずとかアーチが崩れやすい方はねまあ結構おすすめかなというふうに思います。で最後の3つ目のポイントなんですけども、この丈観念なんです。これね僕の動画ずっと見てくださってる方わかると思いますし、僕のインスタグラムを見てる方わかると思うんですけども、僕ソックスって大体長いものを履いているんです。で、今主流になってるのって、やっぱくるぶしソックスって言われてる、ほんとくるぶしができる、こう丈が短いものが結構主流で流行ってますよね。まあ確かに履きやすいんですよ。こうシュッと履けて履きやすいんですけども、僕は丈の長いものを履いたりしてるんです。それなぜかっていうと、まあデザインとかね、おしゃれで履いてるものもあるんですけども、一番のポイントは、このアキレス腱なんですよ。アキレス腱を僕は守りたいがためにちょっと長めのソックスをしているんです。でこれも実際僕はもうちょっと長いもの履いてるんですけども、このソックスねこう見てわかる通りアキレス腱周りもしっかりサポートしてくれてるんですよね。で今までランニングシューズって薄底を履いてる方が多かったんですけども、そこから今厚底ブームとかカーボンプレートブームになってくるじゃないですか。そうすると今までと違ったような足の擦れ方とかしたりすると思うんですよね。で今まではこうアキレス腱周りとか擦れなかったのに、まあ厚底とかカーボンプレートを履くことによって、まあ、アキレス腱周りとかかかと部分が擦れ始めるランナーって結構いたりするんです。まあ、そんな方たちのためにこの丈感があればアキレス腱をねしっかり保護してくれてるんでね、まあ、擦れ防止にもなったりするし、まあ、ここがあることによってね足首周りのサポートもね協力にしてくれてるというポイントがあるので、まあいいかなというふうに思います。まあちょっとね、駆け足になってざっくりしたポイントなんですけども、僕はこのランニングソックスを履いてみて、まあ良かったなと思うというのはね、まあこの3つになります。まあその他にも、このソックスの、まあいいポイントみたいなのもね、いろいろ書かれてますんで、まあ興味ある方ね、ぜひ見てほしいなというふうに思います。まあ今回ね、神野大地選手がこうわざわざ送ってくださってね、まあ今回紹介してますけども、まあそれを本当抜きにして、僕は神野大地選手じゃなく、まあこの単体で出会ったとしても本当にいいソックスだなというね、まあ紹介できると思いますので、まず一度はね試してみてほしいなというふうに思います。やっぱ足にね豆が出やすいできやすいとかする方はランニングシューズだけ何か理由があるってわけじゃなく、もしかしたらランニングソックスに理由がある場合もあると思うんですよね。なのでそういった面もね含めて、まあ、一応ねちょっと試してほしいなというふうに思います。詳しくはね概要欄にリンク貼っておきますので、興味ある方ねぜひね購入してほしいなというふうに思います。オンライン授業版ランニングの学校、リアルイベントで開催されているランニングの学校のレッスン内容をお届け。毎月4本程度の動画をレッスンのポイントなどをまとめて配信。オンラインでランニングの基礎を学べます。詳しい内容は概要欄から。
ランニングの学校